はい、どうも覆面ぼっちです。ね、月曜日が始まりました土曜日、日曜日ってなんであんなにあっという間に過ぎちゃうんだろうっていうね今日なんかすんげえ時間長く感じたんだけど同じ24時間でもこんなにも違うもんかねと思うわけなんですけど、全然楽しくないよね今日仕事僕はね、この動画を撮らさせてもらってるこの時間っていうのがね、すっごい今楽しくて、まあそれを見ていただいてる方が楽しめてるかどうかっていうところはちょっとわかんないんですけど、もう早く撮影したくてうずうずしてるっていう、この平日ね、ずっとそんなことを思いながらいるわけなんですけど、ちょっと前にですね、まあ、車をこう運転してたら、まあ、隣の車線でね、ビューンって猛スピードで追い抜いていく車がいて、なんかすげえ、せわしなく、なんか急用でもあるのかなとかね、何をこんなに急いでんだろうとかね、まあ、だけどもすんごいスピードでまあ追い抜いていくわけですよ。でもね、すぐ先にあの、交差点があって、その交差点でね、あの赤信号になってて、結局同じタイミングで止まったんですよなんかね、あんなに急いで追い抜いてったのに結局同じとこで止まるんじゃんみたいななんかさ、それでまたね、青信号になってまた出発していくんですけど、まあ当然その車はまたビューンって行くんですけど、あのまた次の信号でね、同じタイミングでまた止まってね、なんかせわしなくね、運転してる割には普通に運転してる僕と同じっていう、あの時間はね等しく平等なんでね、まあ使い方は人それぞれなんですけど、なんかね、そんなにこうせわしなくしててものんびりじゃないけど、普通にね暮らしててもまあ一緒なんだなと思ってやっぱその時間の使い方が大事だなと思って、まあさっきも言ったんですけど、みんなこう時間はね等しく平等ではあるんですけど、充実した時間とかね、やっぱね、どうやってこう楽しんでいくかっていうのはね、やっぱ大事にしていかなきゃいけないなと思ってそう。で、まあ、これ話関係あんのかどうかわかんないけど、僕自身今まで、こう何かをこう自分でこう決断して何かにこう取り組んだっていう記憶があんまりなくて、過去を振り返っても。学生時代とかもそうだし、まあ就職した時とかもそうなんだけど、こう自分がここに行きたい、こうなりたいって思ってこう進んだわけでもなくて、なんかその、周りの雰囲気とか、なんかね、そういうのにこう、そのままこう流されて行って、こう人生を歩んできたみたいなね、感じがあるんですけど、YouTube っていうものはね、本当にもう何年も前から見る側として長らく見させてもらってたんですけど、やっぱその時から自分も何でもいいから、配信する側にこう立ってみたいなって思ってはいたんですけど、いざねこう考えた時にやっぱね一歩立ち止まっちゃうんですよね。そもそもどうやってやるのかとか僕に何ができるのかとか、そう、何から始めたらいいんだろうとかね、やっぱすごいいろいろ考えちゃって、で結局ね、何にもただやりたいけど見てるだけみたいなね。去年の11月の末ぐらいに初めて動画投稿を確かさせてもらったと思うんですけど、それが多分ね、初めて自分で、あ、もうやろうって初めてね、思い立って行動した時だったんだと思うんですけど、結局あの何が言いたいのかっていうと、何かこうやりたいとか
思ったことに対して一歩踏み出すか踏み出さないかでだいぶね変わってくると思うんです。思い立ったら即ね何事にもねこうチャレンジしてみた方がいいなと思って、あのおじさんになって気づきましたっていう話なんですけど、だって最初に動画を見始めた時なんてまだ若かったですよだけど気づいたらもうおっさんになってて、おっさんになってから YouTube 始めるって、まあそれもいいんですけど、別にね失敗しても成功しても別にそれはそれで自分の糧になると思うんで、まあね僕もだから今までずーっとね結局自分が何やりたいのかとかね何になりたいかとかっていうのがまあ本当に何もなかった人なんで、何の話してるかね、まあねいろいろ後悔しないように生きていかなきゃいけないなと思って、あーこれあの僕全然酔っ払ってないお酒じゃないねこれ麦茶なんでなんかさ酒飲んで語ってるみたいな感じになっちゃってるかもしれないですけど、お茶ですので気づくのが遅いんだけどこの年になってねそう気づいたんですよね。はい、ということでご視聴ありがとうございましたみたいな感じになっちゃってますけど違いますね。これちょっとねいかんね、新味なんかこういうオープニングトークはいかんな、本当に。なんか予報だと1週間ぐらい雨なんですって。もうそりゃねこんなんなりますよこんなんなりますよ。しかももう週始めの月曜日でさこんな疲れてさとかねえそんななりますよ。もう皆さん、ね、もうねお疲れでしょう本当に金曜日まで持ちますか体。僕は持たないですよ本当にね。でもね、鬼滅の刃のグッズを開封して皆さんで楽しみましょう。よし、開封していこう開封していこうね。よーし、開封するぞよーし、まずは、鬼滅の刃スタンプ列伝、これね100均でね売ってたんですけど、これってさいつ出てたんだろう。もうやっぱねリサーチ不足もいいとこですよ本当にね。6個しかね買えませんでした。一応ね全18種類あるそうです。まあおそらくイグロさんいるでしょうっていうことで、まあイグロさんを狙いって一袋目シュッ、あ、違う違った、すいません、なんだこれ、おラインナップか、カナオもゲンヤもいるんですね。お、サビトもマコモちゃんもいる。すげえラインナップじゃないですかこれ。あ、ムザン様も。ちょっと待ってこれ。すげえか。え？このデフォルメは、あー、おった。17番目。じゃあ一袋目。シュッ。お、ギユさん。すっげえ怒ってる。へえ。で、これが、スタンプになってると。まあ、レアなレシートですけどね。これにちょっと、やってみようかな。おー、いいんじゃないですかね。面白いな。ねえ、これ、インク、もともとついてるんだけど、きっとあれだね。インクなくなっちゃっても、お届け物ですって来た時にね、こうやってポンって。ね、富岡ですやれば。じゃあ2袋目シュッ、お、カナオ、あー、やっぱカナオはどのデザインもやっぱいいね。あ、違う、ピンク色だ。あ、いいねこれ。じゃあ3袋目シュッ、お、炭治郎、すごいな、これ100円だもんね。えい。
ね、手のひらの上でやってるんであれだけど、多分しっかり押せば綺麗に映るんだろうね。はい、4袋目。シュッ！あ、しのぶ。でもなんか流れ的にいい流れじゃない？はい、5袋目。シュッ！さあ行きます。えい！おー、マコモちゃん。いやー、レアだよ。僕の中で。あ、真っ赤っかだ。ラストは、向こう側にいるイグロさんには見えております。さあ、来い！おー、おー、おー！みつりちゃん。ピンク色だよね、これきっと。あ、ということで、スタンプ列伝はね、このような、結果で、ございました。全種類欲しくなってきちゃったけどな、どこにも売ってないんだよな、これ。こちらはですね、鬼滅の刃アクセサリースタンドというものになります。なんかね、アクリルプレートですね。この2枚と付属のパーツがついております。付属のパーツが、足台というか、スタンドのね、代わりになるわけです。これが。で、ここにね、突起があるので、そこにこう差し込んで、同じように反対も差し込んで、上も、これ、よいしょ！おお！すげえ！すげえな、これ。アクリル屏風じゃないの？違うんだ。アクセサリースタンドっていうことで、ピアスやイヤリングなどを引っ掛けてディスプレイできます。ここ穴がところどころにいろんなところに開いてて、こういうところとかもね、凹凸があったりとか。まあ、だからそういうところにこう入れて引っ掛けるんだ。ああ、飾れた。飾れたよ。じゃあ最後になります。まずは、絆の層5の方から、義勇さんのフィギュアと、絆の層9の方から、忍。最後は、キューポスケットの炭治郎2っていうことで、このね、3つを開封していきたいと思います。今更、絆の層を出したんだっていうことなんですけど、あと、行明さんが出れば、頭の方たちがね、一通りまあ揃うということで、この二人、開けてなかったんですけど、開けてなかったんで、まあこの際ちょっとね、開けさせてもらって、まあ最後、行明さんが出た時に、こう、バババンとね、柱の方を並べたいなということで、開封したいと思っております。キユさんを開封しました。まあでもね、結構似てるとは思いますね。角度によってかな。うん、この辺とかね、アニメに結構近い感じですね。このシリーズは本当に一貫して単色ベタ塗りっていうような感じなんですけど、口元にね、しっかりこうね、墨入れが入っております。この目のプリントもすごい綺麗ですね。画面越しでもやっぱり似てるかな。大福もね、細かいですよ。しっかりまあ再現してくれておりますね。続いては忍になります。まあだいぶ大人びた顔をしてるような感じがしますね。まああとはすごいね、華奢ですね。すっごい細い、頭よりも上半身の方が細い、すごい線の細い女性なんですね。うん、細かいっていうか、まあ、綺麗ですね。うん、香りの部分はしっかりこうね、グラデーションがかってっていうことなんで、まあ、単色ベタ塗りではないですね。こんなに細いんだ。イグロさんと大体同じぐらいの大きさではあるんですけど、やっぱり、この体の線の細さがすごい際立ってるっていうか、薄いな。
いやでもそれにしてまたちょっとイグロさん持ってきちゃったけど、イグロさんの完成度の高さがすげえんだけど、あでもいいんじゃないですかね。てかまあこれでさ行明さん来てまあ並べたらもうすごいでしょうねきっと。はい、では本日のラストになります。キューポスケットかまど炭治郎2ということで、頭部と、胴体パーツの2パーツの構成になっておりますので、まあ、ただ頭をこうスポンって差し込むだけで完成します。まあ、いいよね。まあ、いいよね、これ。前回の炭治郎と違うところは、手塚の入ってるこの箱をまあ、背負っているポーズになります。ちょっとこう、ほのぼのしたようなポージングですね。キューポスケットは本当にね、可愛いんだよね。本当に。本当に可愛いんだよ。もうまあ、キューポスケットの独特の、この、ね、表情がすごい鬼滅の刃の作品のキャラクターとマッチしてるなと思いますね。炭治郎のね、この髪の毛のグラデーションがすごい綺麗ですね。まあ、細かいなと思いますね。この瞳が本当にね、綺麗だなぁと思ってね、本当に。まあこれも集めたくなっちゃうよね、本当にさ。これはね、このキューポスケットの方もまあ今後の展開というかね、ラインナップが楽しみなフィギュアになっております。こう首をね、ちょっとこういろんな角度に動かせるから、こんな感じとかね。こんな感じとかね。こう、飾る場所によって、うまーくね、配置とかね、調整できるのも、この、キューポスケットのいいとこかな、と思います。ということで、鬼滅の刃のフィギュアとね、グッズを一気に紹介していきましたけれども、っていうかあれだよね、なんかこう、話せたら面白いね。なんか、ね、これってさ、ここがこう、ここの部分がさ、すごい良くてさ、とかさ、なんかさ、このグッズってさ、ここが、ねえ、これどう思う？とかさ、ねえ、本当はそういう風にできたら本当は面白いんだけどね、もっと。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.